漫画でっきょんな、どもども、中年ゲーマーよろさんです。さあ今日も元気にロマサガ RS、やってまいりましょう。ということで、本日お昼から新イベント、水の昌磨との戦いが、スタートでございます。それでは早速お知らせから確認していくと、いたしましょう。今回のイベントも HP1510 目安の、育成におすすめとのこと。育成上限に関しましては、デュスターブの件と同じですな。育成上限が同じならば、水の昌磨とデュスターブの件、どちらが周回しやすいかが、重要になってきますね。報酬をある程度回収するまでは水の昌磨を周回することになるでしょうが、最終的には周回効率が良い方を、回るべきでしょうからね。その辺も確認していきたいと、思います。イベントの進め方に関しては、デュスターブの件とほぼ同じ、ログインボーナスでもらった育成5倍選択チケットを使いまして、13人のキャラクターの中から5倍育成キャラを選択。前回は12人でしたが、バナーブルが追加で13人です。クエストを周回してバナーブルメダルと、水獣の爪を集めて交換所にて、報酬ゲット、そしてバナーブルのピースを、集めることで、SS バナーブルのスタイルを召喚可能でございます。育成ボーナスはチケットで、選択したキャラのみ5倍ですが、他の対象キャラは4倍で、育成することが可能です。対象キャラはデュスターブの、剣と同じくサガフロ2のキャラ。そしてサガフロ2のキャラを、編成して周回することで、水獣の爪と S の水風属性杖が、追加でドロップします。そして同時に期間限定ミッションも開催中でございます。特定キャラを編成して敵を複数体倒すミッションもありますので、ここら辺のスタイルを連れて周回することをお忘れなきように。それでは、水の昌磨、ウルトラハード、20まで進めてまいりましたので、毎回恒例周回編成のご紹介とまいりましょう。今回、チャレンジとロマンシングもあるみたいですな。期間限定イベントのロマンシングってなんか、久しぶりですね。それでは、まず敵さんの情報から確認をば。水の昌磨の耐性、残がマイナス30を、熱霊雷要因がマイナス20ですな。でもイークが取れるのは残属性のみとなっておりますので、残属性のスタイルを主体で、編成を組むのが良さそうですね。そして今回のボスの水の昌磨ですが、結構 HP が高めに設定されている感じですので、連携なしでは1ターンキルするのが厳しいみたいですね。なので、2ターン周回と割り切って周回するのが良さそうです。それでは、ここからは私の周回編成をご紹介です。はい、こんな感じの編成でございます。陣形はカラフルレンジャーズ、配置はこのようになってます。デュス様のところが一応育成枠ですが、置物ではありません。育成枠もある程度火力が欲しいところでございます。それでは周回メンバーのご紹介。腕力枠に旧正月女帝。ステータスと装備はこんな感じです。2ターン目の火力用に半月を継承しております。1ターン目はおぼろ蒼月、2ターン目は半月で攻撃です。器用さ枠にヒルダ、ステータスと装備はこんな感じです。1ターン目はウェイクアップ、2ターン目はブリエペで攻撃です。早速活躍できる単体ボスのクエストがやってきましたな。素早さ枠に人間女、ステータスと装備はこんな感じです。2ターン火力の残体術スタイルと、いえば、やっぱこの人ですね。1ターン目は猫の爪、2ターン目はエースインザグラスで、攻撃です。知力枠に竜明様、ステータスと装備はこんな感じです。ゲールダートを継承しております。1ターン目はゲールダート、2ターン目は、先風で攻撃します。愛枠に新デュス様、ステータスと装備はこんな感じです。ダブルクラッシュを継承しております。1ターン目はダブルクラッシュ、2ターン目は鉄派で攻撃です。5倍育成を選択したキャラを、ここに編成するのがいいでしょうが、残以外のキャラを5倍にした場合、一面倒そうですね。ではでは、以上のメンバーで行ってまいります。
ターン目はこんな感じで、攻撃していきます。残念ながらこの編成では連携をしても、1ターンキルは無理でした。人間女のところをシザーズランページ継承の、ボストンとかに、変えれば連携発動で1ターンキルは、いけそうな感じです。まあ運ゲーなのには変わりないので、安定して2ターン周回できる編成を、組むのが良さそうですな。続きまして2ターン目の行動は、こんな感じ。エースインザグラスでがっつり削ってくれるので、2ターン目の攻撃はだいたい3手くらいで、終了です。とまあこんな感じで2ターン周回可能でございます。たまに状態異常攻撃なんかもしてきますので、装飾品は金の羽飾りとかもいいかもですな。という感じで、水の昌磨の2ターン周回編成の、ご紹介でした。今回のイベントは2ターン周回と、割り切れば、周回効率は、そこまで悪くない感じですな。それでは、今回新しく追加された水の、昌磨のクエストと、すでに開催中のデュスターブの、剣、どちらを周回するべきか、ですが、どちらも周回にかかるターン数も手数も、大きく差がなく、デュスターブの剣はラウンドを、またぐ演出が入るので、周回スピードを考えると、水の昌磨の方が微妙に、早いかもです。が、あちらは完全置物の育成枠を、編成した状態で周回できるので、全体的な周回効率を、考えるとデュスターブの剣の、方が良さそうです。なので、交換報酬をある程度回収し終わるまでは水の、昌磨を周回して、報酬を回収し終わったら、デュスターブの剣に戻って、周回する。というのが私的には効率のいい周回かと、思います。では、水の昌磨はデュスターブの、剣に比べてメリットがないのか?と申しますと決してそういうわけではございません。単体で、結構固めに設定されてるボスですので、単体効果力技のランク上げには、もってこいでございます。まだランク99になってない、単体効果力技持ちを、複数並べて、ランク上げをしながら水の昌磨を、周回するのもありだと思います。まあ1ターン目から使える技しか、ランク上げできませんがね。なので、単体効果力技のランク上げをしながら、育成上限を目指して、周回したい方は水の、昌磨を、置物枠を編成して、サクサク育成周回したい方は、デュスターブの剣を周回するという感じですかね。そういう私は水の昌磨で、報酬回収し終わったら、デュスターブの剣の周回に、戻る気満々ですけどね。以上、水の昌磨との戦い、私の2ターン周回編成紹介でした。それでは新イベントも元気に、ハムって参りましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。では。